ておりますか、聞こえておりますか、ということでですね、ちょっと今日はペンタブをね使って配信をしようかなと思ってるんですけど、去年かな、去年ね習字をしまして、こうやってペンタブ、そうペンタブです。あの前回覚えてる、みんなスタジオでね配信したの、前回スタジオのペンタブ使ってたから、ちょっとね使い勝手も違かったんですけど、結構でかいの買いまして、え、マジでさ、宝の持ち腐れすぎてやばいんだって、あのね、めっちゃでかいの。とりあえずなんか、あの思ってたサイズのなんか2倍ぐらいでかくて、えでかすぎってなってるので、まずこれをちゃんと有効活用してあげようかなと思っております。はい、それであの試し書きしたのが、こちらになります。かわいような字やね、これめっちゃ適当に書いたからさ、ちょっと走り書きそのまま放置して配信始めちゃったイラスト、え、でもね、イラストはなんか描きたいなと思ってるんだけど、何を描くかだよね。まあでも大して多分こんなのしか描けないんですけど、こんなのしか描けないんだけどさ、それがいいよ。え、これでいいの？あ、今回色つけてみる？色、あわけわかんないからやめとくね。待って、じゃあヨガイラスト、待って、でもイラスト欲しいじゃん。でもイラストよく描けないんだよな、何描こうかな、どうしようかなどうしよう感出てるな、これかわいい絵を描けたらいいんだけどな。マジでこれしか描けないんだよな。なんか結局この顔になっちゃうんだよな。あ、ここに。え？かわいいじゃんこれ。え、どうよ。ムカつく顔してる。かわいい。え、本当？前回とでも似てるよね。ピースって言わせよ。え、待って、言わせるスペースがないけど。ピース。正直別にタイさん変わんないの。ちょっと顔が違うだけだから。これキープで。かしこまり、ありがとうございます。かしこまりました。じゃあこちらキープさせていただきますね。いや、マジでこっち向いてんな。おじょ、ぽよよも書いてほしい。ぽよよさ、ぽよよね、意外と書くのむずいんですよ。いや、これ、絵描くのむずくない？これ、角から描くべき。絵描けるタイプの方に教えてほしい、描く順番を。適当に、とりあえず描くだけ描いてみる。え、かわいくない。え、かわいくな。え、かわいくなくてくさ。牙を描いてあげたいが。え、どう？よだれ？よだれじゃないよ。よだれじゃないよ。なんでもならんじゃんじゃん。あ、ちょっと牙が長いのかな、もうちょっと。これぐらい？これぐらいなんだな、どう？かわいい？両方似合えば欲しい。いや、そもそも両方じゃないんだよ。片方なんだよ。よと一緒。あー。よと同じ位置にあるんだよ。知ってた？ありましたー！やったー！ちょっとこれも捨てがたいんですけどね、これ。これ結構気に入ってたんですけど、じゃあこれはなんかみんなのフリーアイコンかなんかね。いらねー。